イメラジオ第2012回、今日は令和2年3月9日月曜日です。時刻は午後9時半、横浜港北、月曜の夜、街はキラキラしていますね。港のランドマークタワーもくっきり浮かび上がっていますよ。今日は暖かな一日でした。春が来ましたね。もうコートもいらなくなるのでしょうか。リスナーの皆さん、どこでどうお過ごしだったでしょうか。月曜夜の夢ラジオです。今回は戦国のお話、関ヶ原の大谷軍、こんなタイトルでお話しします。関ヶ原の大谷軍。大谷義継の軍ですね。これが関ヶ原の戦いでどういう動きをしたのか、関ヶ原の戦いは慶長5年1600年、割と西暦で見ればキリのいい時ですよ。この時に西軍の事実上の大将は石田三成、本当はね、西軍総大将は毛利輝元となってましたが、毛利輝元は大阪城に詰めてました。秀頼様をお守りすると。ですから本当に関ヶ原で戦った西軍のトップは石田三成で、東軍は徳川家康と。で、まあこの関ヶ原の戦いの一番熾烈な戦闘というのは、西軍浮田、東軍福島、要するに浮田秀家と福島正則のこのどっちも1万ぐらいでしたか、がっぷり四つでというふうに言われますね。それはそうなんですけど、実はこの大谷義継の軍がですね、なんて言うんでしょうか、もう西軍の陣地からはずっとこう飛び抜けたような形で東軍に深く入り込むような、そんな布陣になっていることが最近明らかになってきたようです。西軍の大谷軍は西軍が密集してね、西軍が密集して軍の配置している中で、ポーンと飛び抜けて東軍の方に食い込むような形で布陣していた。しかも西軍がですね、さっきの三成をトップとして布陣していたのは、これまでに言われていた笹尾山ではなくて、もっと西の方、もっと西の方の関ヶ原よりも山中というところ、そちらの方に割と密集してガシャッといたっていう、そういう感じ。そして大谷軍だけがぐっとこう飛び出ていたみたいな。でこういう配置の場合、じゃあその大谷軍というのはどういう役割かというと、東軍に対する挑発、つまりやるならかかってこいやと、戦やろうぜと。そして自らその戦いの流れを作っていくっていう、そういう役割ですよね。ただ非常に危険な役割ですよ。だって先鋒なわけで、そこにね、東軍の攻撃が集中してしまいますよね。だから大谷隊がぐっと押し出して、でそれを後ろから本体がね、浮田であれ石田であれ
島津であれっていう、そういうのがこうちゃんと支えてこそ、こういう大谷軍のその出っ張りというんでしょうか、それにも正当性が出てきます。で、この大谷軍なんですが、実は一瞬でなんかこう壊滅したようですね。なんか今までのね、関ヶ原の戦いではその大谷軍が割と奮戦して頑張っていたのに、そこの、ね、脇腹をつくように松尾山から小早川軍がダドッと降りてきて、それで大谷隊は壊滅と、こういうふうに普通習いますね、今までは。ところがもう大谷隊っていうのはそもそもぐっと出っ張ってて、そして西軍本体からの援護がほとんどなかったので、実はもう一瞬で壊滅したというか、大谷軍の奮戦も何もなかったという、そういう感じ。そして本当の戦いですよね、宇喜田と福島の、それも関ヶ原でというよりはむしろもっと西の方、さっきの山中というあの辺りで戦われていた。しかも大谷隊が一瞬で壊滅し、そして小早川も実は午前中ずっと態度を決めかねていて、そして家康に威嚇の鉄砲を打ちかけられて、でやっと松尾山を降りたというよりはむしろ、小早川ももう最初から東軍にもう行くつもりでね、最初から東軍に行くつもりで、ほいで松尾山ももうほとんど降り切っていて、そして小早川が最初から西軍本隊と戦ったと、でそこに福島軍も来たと、そしてそれが石田や宇喜田や島津やと戦って、でこれだったら絶対西軍負けるじゃないですか。で負けたと。だから1日かけて午後に西軍が敗走したというのではなく、もうお昼までにはもう大谷隊はおろか、宇喜田隊あるいは島津隊も敗走していたと。お昼までにはもう関ヶ原の戦いの決着はついていた。これが最近の新説で、よくよく考えればこちらの方が辻褄が合うというんでしょうか。つまり今までのような関ヶ原を真ん中にした東軍西軍の布陣図だったら、明らかに西軍が有利なんですよね、やっぱり。ただ布陣図は明治時代に陸軍の参謀本部が作ったもので、実はだから本物を写してはいなかったようです。でどうやら関ヶ原付近で戦いがあったんであって、実際の本当の激闘というのはもっと関ヶ原よりも西の方で戦いがあり、しかも一瞬で終わったと。大谷隊も壊滅したと、すぐに。そして西軍本隊も敗れたと。そうするとですね、これはここから先は推論になってしまいますが、どうしてその大谷軍ですよね、そんな危険な、あるいは挑発的な、そういう動き出たのか。よくこれも今まで言われてきたのはね、大谷義次がね、やめとけ石田三成に言ったのを、それがしはもう決意したのだ、ぜひ与力してくれと言われて、ナイフ殿には勝ち目ないぞ、そんなことはない、西軍には毛利も島津も、そして小早川も、でまあこの小早川がもう結局東軍と内通してたんですけど、おられると。十分に勝機はある。でその三成の必死の説得に、まあ義継がね、幼なじみだし負けて、で最後は三成のところへ義継が軍を向けて、
お主もアホじゃが、わしはもっとアホじゃ、あははは。まあ、これがその関ヶ原の美談といえば美談になってたんですが、もしそのような三成のどうしても挙兵するというのにほだされて、それでまあ渋々もう自滅覚悟でね、という大谷軍にしては変に積極的なんですよね、布陣が、あの配置が。むしろ最近ではこの大谷義継こそ実は西軍が東軍と戦うことを主張していて、そしてそれに義継がやるぞと言って三成を巻き込んだんじゃないのか、こういう説が出てきて、これはあのまだ推論です、あのこれはね、けど私もあそれありうるなと思っていますよ。そして三成ってなんかもう徳川士官でね、後の徳川士官で徹底的に悪者扱いされてしまいましたが、実は三成ってそれほどあの家康とあの仲悪くなかった、実は。であの三成があの7人ぐらいのね豊臣恩顧の武将、若い武将に襲われて、で逃げ込んだ先が内府殿だったって、まあ、よく言われますね。そして内府がですよ、家康があの三成殿は沢山にしばらくの間ひっそりしておられるのがよかろうと、沢山までの道のりは我が嫡男結城秀康をね、護衛で使わそうみたいな、これは憎み合ってる者同士のね、あのセリフじゃないっていうんでしょうか、まあ、これはちょっとこれもドラマかもしれないんだけど、のこれも後の創作かもしれないんだけど、ただしあのナイフ違いの上場っていう、あの家康が悪いことしてるってね、秀頼様をないがしろにしてる、太閤殿下の意思を何と思ってんだみたいな、あの内部上場違いの上場には三成署名してないんですよ。他の奉行衆が3人ほど署名してるわけですね。ということを考えてもですよ、実は今までのあのよく教えられていた三成が渋る義継を無理やり関ヶ原に引っ張っていったんじゃなくて、義継がむしろ三成をその関ヶ原の戦いへと誘っていったんじゃないのか。で、義継は割と積極的にこの戦いを、戦い抜こうと決心し、だからこそこの危ない戦法も買って出たんじゃないのか。夢ラジオ第2012回、今回は関ヶ原の大谷軍、こんなタイトルでお話ししました。ありがとうございました。